Hey guys, what's going on? 皆さんこんにちは、みなみです。今日の動画は私が経験した産後のトラブルっていうのをちょっと皆さんにお話ししたいなと思います。はい、でね、産後のトラブルって本当に皆さんそれぞれだと思うし、みんなまあ経験することが本当に様々で違うと思うんですけど、まあ私が経験したことを皆さんにシェアしたいなと思ったので、写真も見せながらちょっとお話ししていきたいと思います。私の周りでもやっぱり多かったのが髪の毛の変化、腰痛だったり、肩こりとか夜眠れないとかっていうね、本当にいろいろあると思うんですけど、私が経験したことは結構レアで、調べると本当何百人に一人っていう形で、本当にあまりなんかね、こういう同じ経験をする方ってあまりいないのかなってネットを見てて思ったんですけど、私はまず、アメリカで出産したので、日本と違ってね、入院生活が本当に短いんです。で、保険によっては、2日で退院する方もいれば3日で退院、多分長くて3日、私の場合72時間で、3日間で退院しました。出産後多分みんながね、下から出血が何週間も続くんですけど、そのね、ナプキンを、病院からもらって、その病院からもらったそのナプキンに、アレルギー反応が出たのか、お股らへんがものすごいかぶれてしまったんですね。出産した方は分かると思うんですけど、大きなナプキンみたいなのを、もうおむつみたいなのを、病院からもらって、最初の1日目は特に何も問題なく、普通につけていたんですけど、2日目ぐらいからものすごくなんか赤く腫れちゃって、お尻とかも、そこのナプキンがもうついてたその四角いその形まで跡がついてしまって、もう真っ赤っかに腫れて、それが、もうすぐに痒くなってしまったんですよね。もうなんか熱も持った感じで、触るともう本当に熱い感じで、ずっともう冷やしてて、病院でもなんか最初はナプキンだと思っていなかったんで、産後トラブルなのかなって、病院のね、先生とかにも言われてて、でもやっぱりどう見ても腫れてる部分が本当にナプキンの形をしていたので、絶対ナプキンでしょうっていう風に思いまして、でそれがね、多分私が書いたりとかして、その菌がいろんなところに移ったのか、太ももの内股のところとかまで、広がってしまって、それが3日4日続いて、もう本当にもう地獄でした。もうトイレに行くたび、もうなんか何かがこう触れるたびにめちゃくちゃ痒くて、夜がもう本当に地獄でした。もう全然寝れないしね、やっぱり日中はこう動いたりしてるから、あんまり痒いっていうこと自体考えていないので、普通に過ごせてたんですけど、夜になるとやっぱり眠ろうとしてるから、こうね、じっとしてる時にもうどんどんいろんなところが痒くなってくる感じで、もう本当に寝れ、もうただでさえね、レオが数時間で起きたりとかしてたのに全然寝れなくて、もう睡眠不足どころか、もう体がもうボロボロすぎて、もうなんか結構泣いてましたね。出産することが私はもうずっと恐れていて、もう出産さえ乗り越えれば大丈夫しようって思ってたんですけど、もうね、産後のこのトラブルに、もう追われて、まさかこんなことにね、私がなると思っていなかったので、まずそのね、アレルギー反応で、皮膚がものすごく痒くなっちゃったっていうのが一つなんですけど、それが、もうほんと数日、もう3日4日続いて、でも病院に行って見てもらって、でお薬塗ってとかやってて、もう本当に日焼けの跡みたいな感じで、皮膚が取れて、でそこから本当にちょっとずつ良くなったって感じですね。でその後にすぐ起こったのがパップスっていう、PUPPPで、英語の名称がこれなんですけど、これは、私が読んだ感じだと300、400人に、1人まれなことだと思うんですけど、このパップスっていうのは妊娠後期から、出産するまでに経験する方が多いらしくて、治す方法はもう出産することっていう最悪な感じで、もう本当に何もねできない、何の別に薬とかもないみたいなんですけど、私の場合妊娠後期とかじゃなくて、もう出産後に、このね、ナプキンのアレルギーから始まったもので、もう
なんていうのかな、その私最初そのナプキンの腫れから広がっちゃったのかなと思ったんですけど、やっぱりいろいろ調べたりとかすると多分、症状的にパップスだと思うんですよね。でまあそれも、皮膚科行って産婦人科にも行って見てもらったらやっぱりパップスだっていう風に言われたので、まあ写真とか見ててもね、私と同じ感じの湿疹、その赤みの感じが似てたので、これは太ももから足まで、膝の裏とかあとは足まで全部広がっちゃって、これも激痒だったんですよ。1週間ぐらい、治らなくて、もうこれはもうこのアレルギー反応以上にもう激しい痒みで、これこそもう本当にメンタルやられましたね。痒いのがもう本当に耐えられなくて、もう全身痒いから、この時点でもうなんか全然もう夜も寝れないし、もうこの産後の3週間ほどトータルマジで地獄でした。私もいろんな、もうステロイドクリームから、私も授乳ね、母乳もあげていたのでそんな強い薬とかも飲めなかったし、それが大きかったですね。やっぱいろんな薬ね、やっぱ出す、あの医者も出せないから、本当に限られたもので、やらなきゃいけなかったっていうのと、あとまあ塗り薬も、まあ、私最初の方に言った通り結構肌が弱くてすぐにいろいろ痒くなるので、いろんな痒み止めの塗り薬は持っていたんですよ。ムヒとかあとはステロイドクリームとかもあって、まあ、ステロイドクリームとかもう本当できるだけあんまり強い塗り薬とか飲み薬は飲まないようにしていたんですけど、もうどうにも痒いからステロイド、なんだろう、ロコイドとか、あのそういうステロイドクリームは何本か持っていたので、もう薄くも毎日塗って、もう1日に3回とかの塗ったりとかして、ムヒのチューブ塗り薬も、1週間に2本使い切りました。それぐらいもうやばくて、もういろんなクリーム、お医者さんからもらった、出してもらったクリームとかもいろんなのやったんですけど、やっぱり一番すごく効いたのがムヒでした。もうスースーする感じでも、それももう2時間ごとにもう全身塗らないと気が済まなかったので、本当にもうなんか分かりますかね、このあの辛さをめっちゃアピールしたいんですけど、本当に辛かったです。でそれが1週間半くらい続いて、やっとちょっとね、あの収まったかなって、思っていたら、あのジンマシンが出まして、このジンマシンもね、あの英語で Pregnancy Hives言うんですけど、これもやっぱり産後のやっぱりホルモンバランスが乱れてるから、まあ、それもあって、これは結構なんかあのやっぱ湿疹とか出る方は多いみたいです。で私の場合ね、もう写真通りも本当なんか地図みたいなあの模様で、もう腕から足、あとはもうやっぱり顔以外の全身になりましたね。首とかもこことかもめっちゃ真っ赤のブツブツで、触るとザラザラしてる。あとは背中にもめっちゃできて、もうなんかブクブクに振る、あのもう水ぶくれみたいな感じになってしまって、特に夜になるとすごく増えるんですよね。で多分ジンマシンって数時間経てばこう消えるっていうのが特徴なんですけど、私の場合こう消えてはまた違うところにできるので、もうなんかそこ一箇所だけじゃなくて、ここあ治ったな、少なくなったなと思ったらまたなんか違うところにできてたりとかしていて、もう本当に最悪でした。もうなんかベルトとかね、もうパシンパシンもう叩いて書いてたりとか、もう本当に最悪で、もう朝起きてはまた違うところにできてたりっていうのがもう本当に1週間半ぐらい続いて、もう先生とかもびっくりして、あなたもうこんなね、なんかもうここまで来たらもう飲み薬を処方しましょうって言って、しばらくちょっと授乳ね、やめた方がいいですねって言われたので、ちょっと授乳をやめて、あのステロイドの飲み薬を1週間ぐらい、あの結構強めで出してもらって、それを飲み続けてたらちょっと収まった感じでね。そのジンマシンはもうついこの間までたまに出たりとかしてて、本当に産後の時はそのパップスの後はもうずっとね、毎日のようにいろんなものが出てて、最初はなんかの食べ物のアレルギーになってしまったかなと思って、もう食べたもの毎日ね、あのノートに書いて、もう何がダメなんだろうとか、なんか乳製品ダメなのかなとか、あのなんか魚とか食べてたら魚もダメなのかなとか、いろいろ考えてたんですけど、ジンマシンはそんな出ることなかったので、産後の今とかがこんな頻繁に出たことがなかったので、日本の、薬局に売ってるジンマシン用のお薬をわざわざお母さんに、送ってもらって、
まあ、こっちにもねいろいろあるんですけど、日本のお薬は私結構安心するので、もう速達で送ってもらって、でね、まあ、届いたら治ってしまったんですけど、まあ、そこからまた出てしまったので本当に助かって、もうそれを使っあの、ね、ちょっと塗り薬塗ったりとかして、はい、そんな感じで、ほとんどその産後のトラブルっていうのは私の場合は皮膚関係が多かったです。で今、ちょうど2ヶ月、出産してから2ヶ月が経ちまして、まあ、体重も、だいぶ減って、あと 4キロ5キロぐらいで元の体重に戻れるかなって感じなんですけど、まあ、本当に筋肉がもうほとんど落ちてしまったんで、まあ、これからね、少しずつ今筋トレを始めてて、育児をしながらの筋トレって結構大変で、ね、あの家事とかもあったり料理とかもしなきゃいけない上に、ね、やっぱりあのレオの面倒を見ながら、1時間丸々ちゃんと筋トレするっていうのが本当なかなか難しくてですね、今は結構大変だなと思うので、お母さん、本当世の中のお母さんねとか子供が何人もいるところって本当にすごいなって、もう改めて、なんかお母さんってすごいなって尊敬してます。そんな感じで私の、産後トラブルをちょっと、シェアさせていただきました。中にはね、もっとあの大変なことを経験してる人もいると思うし、産後トラブルって人それぞれだと思うので、同じような経験してる方がいましたらぜひコメント欄でお知らせください。やっぱりなんか共感できるって結構ね、心強くなるというか、あの、あ、私と同じ経験してる人がいるんだって思うと、ね、私も頑張らないととか、私だけじゃないんだって思えるので、もしね、同じようなパップスとか、ひどいじんましんに、なった方はぜひコメント欄にお知らせください。最後まで見てくれた方ありがとうございます。まあ、本当に出産してからいろんなね動画が皆さんに見せたいなっていう動画がね、あのたくさんアイディアが湧いてきたので、皆さんにシェアしていけたらなと思います。 Thanks guys so much for watching、Make sure you guys like, subscribe and comment on this video. And thanks guys so much for watching, and I will see you guys in my next vlog. では皆さん、またねー。